江戸前とは、東京湾で獲れた魚介類のこと上方に対して、江戸の流儀、やり方のことを言う。髪方から江戸へ下る際に、玉川にたどり着くと、江戸の手前まで来た、ということから、川崎市周辺を江戸前と呼ばれたことが、語源の発祥とされる。本項目においては位置について記述する。江戸前の海は、江戸の前の海の意で、江戸の沿岸の品川沖から、 火災沖あたりまでの海域を指した。江戸前は海域ではなく魚場を示す言葉であり、江戸城の前の魚場のことで、江戸時代に存在していた、江戸前島もしくは筑田島周辺を指していた。京保年間においては、その江戸前で獲れた魚介類を指した。法歴年間においては、うなぎを指すようになった。江戸前大かば焼き番付という本が発売されている。近世において、 現在の東京湾を指す言葉として、江戸前海や江戸内海あるいは江戸前などが使われていた。このうち江戸前海や江戸内海は、ある範囲を持った海域のことであるが、江戸前は本来は魚場を示す言葉であり、佃置沖とほぼ同様に使用されてきた。東京湾の範囲もも色の東京湾内湾と、水色の外湾を合わせた範囲で、現在の江戸前はこの範囲で採れた魚介類を指す。 漁場としての江戸前は、佃置沖を指すとしても、どこまでが佃置沖かは、そう簡単には決められない。一般的な感覚では、現在の神奈川県や千葉県の沿岸が、佃置沖とは考えられないが、漁業をする当事者にとってはそうとは限らない。海は続いており魚は回遊するものでもあり、古くからどこで獲れた魚を、江戸前と呼ぶかという定義は曖昧で、そのため、 各方面から主張がなされ、様々な議論が繰り返されてきた。その議論に終止符を打つため、2005年8月、水産庁の豊かな東京湾再生検討委員、会食文化文化会は、江戸前を東京湾全体で取れた新鮮な魚介類を指すと、定義づけたと房総半島の須崎を結ぶせにより、内側の東京湾のほぼ全域、 同文化会は定義づけの理由について、江戸前とは本来江戸城の前という意味であり、羽田沖から江戸川川口周辺の沿岸部を指すものであった。しかし現在、この辺りの海域では漁業はほとんど行われていないことから、江戸前の定義を東京湾全体に拡大した。となどと説明している。また議論の折、観音崎と富津岬を結ぶせにより、 北側の東京内湾のみを江戸前とすべきという意見も出されたが内湾と外湾を行き来する魚が多いこと江戸前寿司と呼称される寿司には外湾で取れる魚介類もネタに含まれていることなどを理由として東京湾全体を江戸前とする結論に達しているもっともこれは取れた魚をどこまで江戸前と称することを許容するか言い換えれば 産地偽装に当たらないかというだけの話である。水産庁に言葉の意味を決める権限があるわけでもなく、ましてこの言葉が広く使われていた江戸時代に遡って適用できるものではないことは当然である。明治維新後、東京湾の北部沿岸は埋め立てが進むとともに港湾として開発された。第二次世界大戦後には水質汚染が深刻だった時期もあり、漁業の中心は 東京湾の南側へ移った。21世紀の現代においても、アナゴなど一部魚種や海苔において、江戸前はブランドとしてアピールされている。江戸前での漁獲量は1960年頃の19万トンから、近年は2万トン前後に減っている。北部沿岸の埋め立て、漁業従事者の減少などが背景にある。一方で、前述のように、江戸前のブランド力は高く、 東京湾南部の千葉県巨南町では、漁業共同組合が、江戸前、シリーズと銘打ってしまうじ、マダイ、銀酒を養殖している。千葉県市川市、船橋市沖では、外来種本尾の巣貝が定着して、重要な水産資源となり、漁獲量が江戸前を代表する二枚以外であったアサリ、青ヤギを上回るようになるなど、自然環境の変化や、人間活動の影響により、 江戸前漁業は変化しつつ続いている。法歴10年の川柳、京番九号、三田村縁魚の、江戸の食生活、日本歴史地名体系13東京都の地名43ページ。もともとは、江戸前とは漁場を示す言葉であり、筑田島周辺の漁場のことで、また、そこで獲れた魚のことであり、江戸前の海という海域で獲れた魚を意味するわけでは、なかったことに注意。 藤井勝彦、江戸前の魚はなぜ美味しいのか。なお、藤井は、この定義が水産庁としての公式見解ではなく、文化界有志、つまり、個人としての見解として発表された件を指摘している。江戸前海苔、復権へ、自営オーナー制度や、絶品海苔千葉県、日本経済新聞長官2017年1月18日、江戸前穴子、成果にそそる。 日本経済新聞夕刊2016年7月20日、育て、江戸前ニューフェイス数ニア銀酒養殖、日本経済新聞電子版2020年7月17日。ありがとうございます。